ここに人間の想像をはるかに超える数々の荒行を成し遂げた僧侶がいる奈良県吉野修験道の開祖円の行者が開いたこの寺において最も厳しいとされる千日開放行険しさを極める山中を一日4 8キロ 年間およそ120日9年の歳月をかけ1,000日間歩き続けるまさに荒行中の荒行であるたとえ病やけが嵐の日であろう行半ばでやめることは許されない死での旅を意味する城装束に身を包み迫り来るあらゆる限界に耐えひたむきに歩き続ける さらに一切の食物、水を断ち眠らず横にならずこれを貫くこと9日間どうにこもり進軍を唱え続ける神奉に挑む業の最中命を落とすこともあるほどの過酷さであらゆる感覚が研ぎ澄まされ線香の灰が折れて落ちる音さえも聞こえたという。その厳しさゆえに 現在では千日解放を果たした者にしか許されない命をかけた難行である。新たな行に入った。五穀と塩を立ち、百日間にわたりごまを炊き上げ、八千枚大五幕。生きるために必要なものを極限にまで制限して行われるこの行もまた。 想像をはるかに絶する厳しい修行である年が明けて3月15日僧侶は頭見事に成し遂げ折しもこの世に生を受けてからちょうど38年目のことであった塩沼良順。 しさなくして抱いた志は数々の難行を達成させ修験の道を解く大あじゃりとなった多くの修行僧にとってなくてはならない存在となったのであるだが彼は仙台に帰ってきたそしてより一層自らをしさらなる業に挑み続けるなぜこれほどまでに己を痛めつけるのか 厳しい修行の中で得たものとは彼にとって業とは一体何なのだろうかそれでは福寿さ次元寺住職塩沼良純大矢ジャリ様どうぞよろしくお願いいたします こんにちは。次元寺の塩沼良順と申します。山を歩いていた時のことをお話しいたします。一日48キロの山道を毎年5月の3日から9月の3日まで1年のうち約4か月間を行の期間と定めます。朝起床いたしますのが深夜の11時30分。 滝行をして身を清めて山に行く装束を整えてそして目指す山頂1 7 1 9ルの山まで行ってまたその日のうちに帰ってくるともう夕方の3時半になっておりますこういう修行を志したのが小学校5年生の時でした幼い頃に見たテレビ番組に憧れを持ちその 憧れととという気持ちがだんだんん自分の夢へと変わってきました19歳の時に学校を卒業し奈良に行くわけでありますけれども小僧生活をさせていただいた後に4年間の修行を終えて5年目からこの山を歩く行に入りました。 山を歩いた初日のことを思い出してみますと初めはこう右の足と左の足をただただ真剣に山に向かって前に前にとそして一切の妥協を許さずに自分はこの行をやり抜くというそういう強い情熱を持っておりました辛い苦しい悲しい そういう気持ちがふつふつと湧いてくるのもやはり人間ですからありますけれども肉体的精神的に一時的にそういう思いを受けたとしても前に進むこの情熱というものが常に初心のままあったことだと思います初めはよちよち歩き 右の足と左の足を出して交互に出してそしていろんな山の厳しさ暑さ寒さそういうものの中で得てきた何が見えてきたのかというと日常とても当たり前のことでしたありがとうございますという心から涙があふれんばかりの感謝の気持ちそして自分は 今までいろんな人にお世話になっていろんな人にまた迷惑をかけながらそういう過去の人生を振り返ってみると本当にごめんなさいという反省の気持ちそして決して一人では生きていけない今までいろんな人のご縁によってここまで来たなといういろいろな自分の周りの環境すべてのものに対しての そういう人たちに敬意を払っていかなければならないな,な,な,いなというそういうごくごく当たり前のことがふつふつと湧いて出てくるわけでありますけれども行が始まったばかりの頃遠くには春がか彼方に自分の夢やそういう憧れというふうなものを置いて修行の旅に出ますけれどもなかなか 初めのの頃は見えてくるものがありませんしかし同じことを同じように繰り返しているとやがて見えてくるものがあります私はこの行を通して見えてきたものの一つの中に情熱を持ち続けるということでしたまあこれを一つの目標に向かっていくときには初心というものは誰でも くて純粋なものがありますこれをいかに長期間持ち続けるかそしてその志がいかに清らかであるかということだと思いますお寺であれば毎日同じことの繰り返しそしてこの千日開放行も毎日毎日同じ道を行って同じ道をたどって帰ってくるわけであります そこにどういう意味があるのかというと、2500年前に、同じことを情熱を持って繰り返していると悟る可能性があると釈尊が言われたからであります。ただし、情熱を失ってしまったのでは、決して悟る可能性はないと言われております。この情熱というふうなものを持ち続けるとめには大変です。 体がしんどい日もあれば自分の心の浮き沈みこの感情の浮き沈みもありますそしていろいろな人とのコミュニケーションの中で生まれてくるいろんな摩擦もありますしかしどんな時であってもこの心の中に心の前にあるこの一つの針がマイナスの方に触れないようにプラスの方に常に転じていくように この明るい気持ちがなければなりません。そして今日より明日、明日より明後日という、こういう向上心も忘れてはいけないと思います。そしてもう一つ大事なことが何かというと、誰かのために尽くすという、尽くさせていただくと言ったらいいでしょうか。そういう気持ちがなければなりません。え私は、 小学校5年生の時にこの千日開放行という番組テレビ番組を見てこの行の世界に憧れましたそしてたまたま縁があった私の家庭は決して裕福ではありませんでした多くの人に助けてもらい多くの人が夕方になるとご飯を持って母と祖母と私のこの3人暮らしのこの家庭を本当に 毎毎日毎日ののように周りの人が助けてくれましたいつしか私のこの心の中にいろんな人のご恩返しをしなければならないという気持ちが心の中に芽生えてまいりましたこの皆さんのためにというこの根っこに利他の心がなければやはり どんな大きな夢に向かおうともいつしか自分の情熱というものは失せてしまうんではなかろうかと思います。一、二日ち、三日たち、一週間経って当然慣れることは仕方がない。しかし慣れても情熱だけは失ってはいけない。というこれが何か一つの中で大きな夢を 成し遂げる中で大切な心構えだと思います私が23歳で山の行に入りました。その時のいろいろな心境を書き綴って、将来、あとから自分自身が、自分自身を行の世界を変えり見ようと思って書き綴った日誌があります。それを読んでみたいと思います。23歳、こんなことを書いてました。 17日目、行者なんて次の一歩がわからないんだ。行くか行かないかじゃない。行くだけなんだ。理屈なんか通りゃしない。もし行かなければ担当で腹を切るしかない。そう、次の一歩がわからないんだ。52日目、妥協しようと思ったらいくらでもできるかもしれない。しかし、何くそ、これしきっと思う。しかし、その勇気は大変です。苦しみ、悩み、 涙と汗を流せば流すほど心が成長しますたとえ雨でも雲の上は晴れている心まで曇らせることなく歩いていかなければまあこういうふうに何もわからない一人の青年が悟りとは何か穏やかな心とは何か真に生きるとは何かということを暗中模索のままただただ繰り返し繰り返し 心を正しそして情熱を持って山に向かっていきます皆さんと同じように山と里では違いども心に思うことはすべて一緒ですどうしてなんだろうななぜなんだろうななんでこういうことがあるんだろうなというそういう思いがたくさん心の中に浮かんできます 若ければあれも食べたいこれも食べたいああしたいこうしたいというそういう多感な感情もあるでしょう世の中というふうなものはままならないな自分自身ではこちら側に行こうと思うんだけれどもなぜいろんなものに引っかかってしまうんだろうな行くに行けず戻るに戻れずという状態でこれが迷いの世界で私たちは生きているわけであります。 後々修行をし勉強しているといろんなことが一つずつ師匠から教わります人間にはまず避けられない4つの苦しみがあるんだとこの世に生まれてきてそして年老いて病になってあの世へ帰っていくいわゆる死ですこの4つはいかに人間が どのような努力をしても避けられない命を持ったこの生きとし生けるもののこの世のすべてのものの生まれた形あるものの定めであるとそしてまた4つ苦しみがあるんだとその4つは何かというと自分の気持ち心のコントロール次第ではどうにか解決できるものなんだそれが何かというと私たちにはいろんな人,人がいます いろんな人とのご縁があって、その中には自分の好きな人もいれば嫌いな人もいる。自分が愛するものとはいずれ出会いがあれば別れがあるように別れなければならないというこの苦しみもある。周りには嫌なものもいるかもしれない。そういう嫌な人と会う温存エクという苦しみもある。欲しいものが手になかなか手に入らない。心ではあれも欲しい、これも欲しい。一つを手に入れるともっと欲しくなる。 とといいううグフトックというものがある最後に世の中というふうなものはすべてが思い通りになら,やんならないようになっているんだすべてが思い通りになるようでは心の成長はないんだといいことも悪いことも半分半分なんだと我々はいいことがあると永遠にいいことが続いてほしいと思うものであるし一つ何か 悪い出来事があるとどうしてなんで自分ばかりというそういう気持ちにとらわれてしまうもんだこういうゴ恩ンジというままならないものがあるこの4つと生老病死の4つを合わせて四苦八苦するという我々はそういうところに生まれていることを忘れてはいけないのであるそう思ってもなかなか心は言うことを聞きません やっぱりしんどいものはしんどいし嫌なもの嫌だしこれではだめだなと思って修行に打ち込むわけであります毎日毎日48キロの山道を登って帰ってくる行の始まりは山のてっぺんに行くと山頂付近は氷点下になっている場合もあります5月の下旬になると 近畿地はは暑いいには30度を超してるる場合もあるこの寒暖差も激しい食べるものはおにぎり2つと500ミリのお水を持って山に出かけていくわけであります山頂で山頂の山小屋でまたご飯を補給してお湯を補給してまた麓まで降りてくる帰ってきてからがまた大変です日常の掃除洗濯次の日の用意これを全て自分でやり 知らななければなりませんそしてお風呂に入りご飯を食べると睡眠時間は4時間半ほどしかとることができません毎日毎日がこの極限の状態に追い込まれていくといろいろなことが心の中で覚えてなりません19歳で出家をして仙台に母と祖母を置いてきます涙を流しこんな日記を書き綴ったこともあります 母さん、この世では俺ぐらいの子を持つ親はもう孫もいるよね。朝早く起きて無事を祈ってくれたり、苦労をかけてすまないね。でも、神さん、仏さんのために頑張ろうね。いつの日からこの道を歩み始めたのだろうか。誰に聞いてもわからない、なぜかわからないけども、今、母ちゃんとばあちゃんと俺、何なんだろう。でも、仏さんも羨まるだろうよ、この絆は。一緒に暮らしたい。 みんなのように親孝行したいでも今はできないんだ一緒に暮らしたい誰が何と言ってもそうしたいばあちゃん俺のためにお茶をたってくれているんだって苦しいだろうねつらいだろうね80を超えてもう話をする時間も少なくなってきているのに昔は布団に入って8兆一間の家でよく話したね今そうしたいねうんといっぱい話をしたい 母ちゃん、ばあちゃん、3人でゆっくりしたいね。いつになったらできるのかな ?3 人で10年でも20年でも、一生でも3人でいたい。夜寝ないででも話をしたい。ゆっくり話をしたい。でも、それができないんだ、今は。ばあちゃん、母ちゃん、いつかきっと早くその日が来るように。皆さんのために何かをしたいという情熱のまま。 自分が奈良の山の山中で山中でで修行しているでも仙台に下えてきた母や祖母はどうしているのかなと思うとこんなことをふと考えてしまうこともあったり悟りとは何かあるいは皆さんのためにどうやったら自分がいいのか何もわからない中で行の中で命がけのそういう修羅場を何度かくくり抜けていくわけであります。 山が深くなるとクマも出てきます。イノシシがどこから襲ってくるかも分かりません足元にはマムシがたくさんうろちょろしているそういう中を毎日行って帰ってくるのでいつ自分の命が果てるか分からないそして10日で1 0キロも痩せてしまうというようなもうそういう極限の世界も体験することにあるもう力尽きて 闇の中に倒れ込んでこれ以上前に進めないと自分自身が追い込まれた時もありましたそしてスッと目をつぶると自分の今までの人生がまとのように映像を見ているごとくに幼い頃からの思い出がふと自分のこの眼下に浮かんできますいろんな思い出の中で自分は幼い頃に 母や祖母に教わったそういう人として大切なものということで教育されたことがとても今役に立っていたしこれまでの人生の中でそこが一番自分の根っこになっているところだなということがあります。これはとても当たり前な話ですけれども例えば口答えをしない好き嫌いをなくす約束を守って嘘をつかない ここれはどういうい子供でででも家庭で教わることでありますそれが大人になってからどういうことに変化をしていくかというと会社に入った時に上司に口答えをしない先輩に口答えをしないそういう自分になっておりました好き嫌いをなくすというのは自分が嫌だなと思う仕事が回ってきても元気で明るくやらさせていただきます とというう気持ちでで取りり組むことができるようになります約束を守って嘘をつかないというものはとても当たり前ですけれどもこれは信頼を得る第一歩でもあるわけであります。19の時に頭を剃ってそして修行道場に入った時にはそういうところがしっかりしていると師匠によく褒められたものでもありました。 こういう家庭での教育というふうなものがとても大事であり行によって得たものではなくて小さい頃から親が教えてくれたからこそどんなことに対しても今日より明日明日より明後日という向上心とそしてこの環境というものが幼い頃の環境というものがやはり自分自身がリ科のために生きていこうという気持ちに火がついてそしてやがて 自分の心がなるほどというそういう一つの思いあるヒントになる徹底的な瞬間を迎えるわけでありますやはりこういう私たちの日常の世界にはままならないことというものがたくさんありますそれをコントロールするための3つの心構えがありますそれが忘れ去ること捨てきること 許し切ることであります忘れて捨てて許しきるから全てに喜びが生まれるということであります私も規則正しい生活の中で自己を見つめていくとあれ食べたいなこれが食べたいああなりたいこうなりたいという欲はある程度初期段階で克服できますけれどもちょっとこの,でかいこの人が苦手だなという人に対して ある日どうしても皆さんと同じように優しさを100人いれば100人1000人いれば1000人に優しさを笑顔を皆さんに与えていきたいと思っていたところたった一人だけ残ってしまったその人に対し諦めずにこの人にも優しさをと思ってある日突然何かふとした瞬間に優しい言葉と笑顔を与えたところ逆に その人から優しい言葉と笑顔が返ってきたときにこの胸の中に使えていたものがストンと落ちたその瞬間から私の人生が闇から光へ好転したそういう瞬間でしたまず人間は光から光へ生きていく人間光から闇へ生きていく人間闇から闇へ生きていく人間 そして闇を転じて光ある世界へ生きていく人間とこの4種類しかないとシャクソンがおっしゃったことを思い出しました闇から闇というのはどうしてなんであの人がという恨み憎しみがどんどんと日々増してくるこの下手な生き方でありますしかし私たちにはどうしても闇としか思えないそういう嫌なことも自分の成長のための 天からのプレゼントだと思うこ,とですこの闇を転ずることによって自分の心が変わります。現状は変わらなくても物事の捉え方見方が変わることによって今がまさにこの闇だった心が光ある喜びの心になるというこの体験をしたということはとてもとても私にとっては大きな大きな宝物を得たようなものでした。 そのときに、どういう心境だったかというと、ただ、普通に本当にごめんねと、私は心のどこかであなたを嫌っていたけれども、そういう嫌いという雰囲気は自分のどこからか分かっていたと思いますと、当然あなたにも不快な思いをさせたかもしれません、その子に対して本当に深く深く、「賛んいたします」というこの懺悔「賛ん 心から深く二度と同じ過ちをしませんというそういう三悔の心が自分の心の中に宿った時でしたお坊さんになってからしばらく経ちましたけれどもお坊さんになって一番初めにする儀式で三悔というものを師匠からしなさいと言われる人間は仏というこの正しい生き方に触れるまでは 知ってて犯す罪あるいは知らず知らずのうちに犯す罪というものがあるそれを心から懺悔せよと思って懺悔から修行が始まります師匠が行うように作法通りに真似をして懺悔をしますけれども自分の形と言葉だけだったんですねそれが いろんな厳しい修行を体験し難しい勉強をしどこに落ち着くかというと心が収まるべきところに収まった瞬間のきっかけは三下でした心からの三下私たちには心がありますそして行動もできますそして言葉があってこの3つが伴って心と言葉と行動が伴って初めて真実が相手に伝わるわけであります この一つがどれが欠けても相手に真実が伝わらないということです。心からのありがとう、心からのすいません、そしてどんな人に対してもはいという相手に敬意を払ったこのはいというこの言葉、これは三つの宝であります。この感謝と反省と敬意の心があれば、人と人、国と国、 宗教や文化、すべてがお互いが敬意を払って一つになっていくきっかけだと思います。これはとてもとても難しい勉強ではなく、日常私たちが幼い頃から教わってきた当たり前のことです。これを繰り返し繰り返し、同じことを繰り返していると、一つの人格というものが磨かれてくると思います。まあ、ここにお集まりの皆様方には、 人生というもものを1日も早くなるべくこの心の針が常にプラスの方に転じているようになっていただきたいなと思いますこの中心から1ミリでもいいこのプラスの方向に常にいることによって運勢運命が変わってくると思います私もありとあらゆるこのとらわれから全てから解き離れた時初めて 何か人生というものが光ある方に運ばれていくいわゆる運ぶというのは運と書きますけれどもそこからが運勢が良くなってきましたここにお集まりになった若い方にはぜひ自分皆さんの人生が成功していただきたいと心から念じておりますしその秘訣は何かというと志の清らかさこれを 保ち続けることであります常に心を清らかにし行動をし清らかな言葉を使っているそして常に志を清らかにして人や仕事に従事しているとその人に徳が備わります「徳望」という言葉があります「徳を望むと」と書いて「徳望」と書いて「徳望」と言いますけれどもこれは生まれつき備わっているものではない人間が やがて成長段階において少しずつ積み重ねていくものだと。その徳がある人には人徳、人徳がある人には多くの人が集まってまいります。これを人の脈と書いて人脈、この自然とつなげていただくこの不思議な人脈、この人の脈に、人脈に勢いがなくならないように常に強らかな 心を保ち続けることだとだ思いますもうこれでいいやという気持ちで心の安示をのぞってのぞ望んでいると徳を失いその人脈の勢いがだんだんとなくなってくると思います情熱というものは保ち続けることそして何歳になってもふとした瞬間に涙がにじむくらい清らかな純粋な志でもって 人生に向き合って、そして今日と向き合い、この瞬間を精一杯生きていっていただけたらと思います。まあ、皆様方のこれからの人生に幸あれと。もうそのヒントは常にこの心の張りが。マイナスに向かずに、そしてプラスに、プラスの方を向いているというこの心構えがあれば。必ず人生が開けていくと思います。 今日はこういう日常とても当たり前のことですけれどもその当たり前なゆえによく分かっているがゆえになかなか大切にしない部分を今日はお話をさせていただきましたありがとうございます塩沼様ありがとうございましたそれでは続きまして質疑応答に移らせていただきます 質疑応答のモデレーターはグロービス経営大学院学長堀義人が務めます堀さんお願いします塩沼大アジョリ大変ありがたいお言葉ありがとうございますグロービスではリーダーとして意思決定をする力能力を養うということでさまざまなケースを使って マーケティングファイナンス経営戦略そしてロジカルに考えて意思決定をするということを行ってきましたが一方では志を持った侍を育成するんだということで陽明学あるいは代表的日本人さらに武士等を使った真、まあ、となる人間の価値観であったりとか生き方ということを学ぼうとそれが重要だということを言ってきましたがまずお伺いしたいのはまずそういった徳徳、まあ、望ということをおっしゃいましたが そういった自分の使命とか志というものが分からないという人も結構いると自分が何のために生きているかということを模索しているんだという方が結構いらっしゃいますが外野時代か見てそういった方にどういったお声をおかけしますすででしょうかそうかそねまず三度三度のご飯が食べれてあまりにも幸せすぎるんで分からないと言ってるんじゃないかなとよく言うんですけれども本当にあの食う肉縁あ明日どうやって食べていこうとなると やっぱそういう考えってもうなくなるのかなとも思うんですけれどもやはりあの私も奈良の山の中にそして仙台の山の中でお寺を構えて生きておりますとなぜ生きるのかとで人はどうせ死ぬのが分かっているのですからどうせそんなに努力をしなければならないのかというようなことをこういうあの都会に来ると聞かれることがありますあそうかと思います。 今はの日本ではこういうことに真剣に悩んでいるそういう方たちがいるんだというこういうあの都会の中の目線でふと私も気づかされることがあるわけでありますけれどもでもまず本当にこの日本に生まれている生われてきた来るということは世界で一番幸せな環境にある意味 いろんな捉え方がありますけれども生まれてくると言われておりますでやはり3度の3度のご飯が食べれるということはこれはほに奇跡に近いと思うんですでやはりこのまず山に入って遭難した場合あるいは山の中に私も何年と言いましたけれどもまず何をするかというとまず食なんですねでどうやってご飯を食べるか とといいうことが一番大切になってまいります。で、それが満たされていると人間はありとあらゆる行動いろんなことをこうああもいかないこうもいかないああもしたいと言って、えー、自分の欲望を満たすそういう考えにいくと言われておりますね。ですからあの本当にこう環境というものに感謝してなるべく不平不満を言わずにそして今日まず今自分が 縁があったことを精一杯させていただくという気持ちを持っていただいて何をしたらいいのか分からないというのではなくてまず自分がなすべきことを今何をなすべきかそして与えられた環境の中で精一杯やっているとまた一つの階段が上っていくように運が開けていくのではなかろうかなと思います。私が吉野山ににに数年前に訪問した時に まあその千日開放業をやったすごい人がいるんだということを私は実はあの耳にしてそういう方が会ってみたいということを強い願望を持っていたら去年実は仙台で開催された YPO という会でまあご登壇いただいてもう全てのスケジュールを蹴ってですね参加してお話を伺ってそれが縁でこういう形で親しくさせていただいて今回もその来ていただいたわけですがいろいろと質問したいことの2つ目がですねよくおでるとか心がおでるとか。 くじけるというう言葉を使一方ではかたやダイヤジャリーは1,000日間ですね雨の日も台風の日も毎日1日4 8キロ高低差 1, 数百メートルを切ってきたとで片手に担当を持ちながらもしもできなかった場合には自分でその腹を切るというそういった気概を持ってやってきたわけですがそういったそのくじけるとか心が折れるといった方にはダイヤジャリーはどういったか。 そうですねこれ多分私はあの追い込まれれば追い込まれるほど強くなってくるんでちょっと異常なかもしれないですけども <laughs> まあ皆さんにはですねあのまず心が折れ、まあ本当に折れそうになるときにはもうしょうがないからもう100あるうち99ダメでも1だけは前向いて生きていきたいっていうような気持ちは あの残しておいた方がいいねって言います、まあ、もう無理にですね、えー、やっぱりこの心の部分は神様仏様であっても皆さんの心をコントロールできないようにやはり自分の意思ですのでその一でも持ち続けていると一がやがて二になり二が四になってどんどんとあの強くなってまいりますで今日より明日明日より明後日というふうに、えー、向上心この向上心を持つことが 大切だと思いますで、成長には必ず痛みがどうしても伴うということですもう勉強でもそうです勉強しているより遊んだ方が楽ですけれども勉強しないといろいろなもので高まっていかないものもある技術の習得には必ずこの何かの痛みが伴うでもこれがしょうがないんだそして心の根っこの部分に自分の周りの人誰でもいいから一人の人を 喜ばしたいというそういう人がい,るといいいい人がるとかもしれませんねダイヤジ話では実は G1 サミットにもご登壇いただいてそういったメンバーに対してメッセージも発していただきましたがその日本をよくしたいという気持ちで集まっているメンバーリーダーがいると一方でここにいるメンバーはですね皆さんは自分が世の中を変えていくんだと想像していくんだとそのために一生懸命その努力をして自分でその学費をはたいてですね そして学んでいるという人たちが集まってますが大臣か,からそういったリーダーに対してこういったことを心がけてほしいといったことあるいはこういったことに関して考えてほしいんだということがあればお願いしたいと思います、はい、世の中を変えようと思っても明日とか急にはなかなか変わらないと思います。で私ははでですすねやはりここのななぜ千日解放業こんんをしたんですかと言われて 10代の時によく言っていた言葉は「世の中のため人のために私は精一杯修行をしたい」ということを言っておりましたある日そういう言葉をおそらく耳にした師匠がお茶を飲んでいる時に笑い話で「盆栽なんていうのは世のため人のため」ということはあんまり言わん方がええな世のため人のためというものは当たり前なんだとまず自分自身がしっかりと心身ともに 徳のある人間に成長すれば自然と世の中のためになっている世のため人のためという人間に限ってどこかで必ず自分のためになるようなそういう動きをしているもんだとだから人のためと書いて偽りと書くんじゃと言ってですねやっぱそういうあの世のため人のためというそういう大切な大切な宝物の言葉は心の奥底にしまってそして いろんな人との調和ですね。もう自分だけがではなくてやはり自分自身もしっかりするそしてしっかりした自分と皆さんとどんな人でも愛はして調和をしていくこの自立とこの協調性これが大切だと思います志が強すぎて、えー、自我が強くなって孤立する場合がありますのでそこだけは十分に注意をしていただいてこの調和という言葉を大切にしていきたいと思います。まだ時間 あ、質疑応答の時間ですか。えっ、ー、と、会場がないかご質問とかあれば、あの。一つですね。えっ、ー、と、二つ。五分しかないから、じゃ、二人だけご質問を受けて、えー、簡潔に。えっ、ー、と、です、ね。お願いしたいと思います。じゃ、マイクお願いします。うん、当初は質疑応答を受けないで、この二回りまわいきてしまうかと思ったんですが。サインが出てますので、ちょっと一応、あの、その。多くの方にも質問する機会を。どうぞ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日、あの。し、ええー。 利子と利他について質問をさせていただきたいと思います。あの、誰かのためにという利、えー、他の心の中にただどうする？これをやりたい。どうのようにやりたいというの心は、それは私は利子になるのではないかなと考えております。つまり、誰かのやためにやるという中に100%全て利他。それが全て利他になるのか？それともその中に。 自分がこうしたいというものも解財してもよろしいのかというのを質問させていただきたいと思います。はい、他もう一つどんどんじゃ質問どんどん受けましょう。えっ、ー、とマイクをちょっと渡してもらってもう一方ですね。どうぞ。あ、すみません。えっ、ー、と本日はどうもありがとうございました。えー、一つお伺いしたいのがシム業というのを調べたときにあの生存率が50パーセントっていうすごいちょっと。<laughs> 信じられない数字が出てきて、で、その死を具体的にもしイメージしたようなことがあったとき、その先になんか見えたものが何か、見えた景色がありましたら、ちょっと教えていただきたいです。はい、じゃあその二つお願いします。はい、えー、まずあのジリとリタ、これはあのおあまり難しく考えずに。 どうやったらこの人が喜んでくれるかなとか自然,に自然の成り行きで,ですねあまりこうしたらこの人が喜ぶかとかっていう考えもしないで自然な中でその時その時の瞬間にあの身の回りの人がニコニコ朗らかに喜んで頂い,いたらいいんじゃないかなと思って今は私は生活をしております。ももちろん昔は雨雨降れればば嵐嵐になな屋根もない 大自然の暑さ寒さ厳しさがそういうまともに来るような厳しい環境で修行をしておりましたけれどもその時の情熱と今はそれほど過酷な環境ではない中では生活させていただいておりますけれども今のこの日常生活の情熱というものは同じかそれより上で毎日を を過ごしておりますで初めはいろんなことを今ご質問にあった通りにどうやったらいいんだろうどうしたらいいんだろうと考えたことがありましたけれども今は生かされた縁の中で向き合った一人の人を喜ばすことができたらどれほど幸せなことかそしてその人が幸せならばその人が今度周りの人にまた幸せの電波がこう広がっていくような感じになりますのであまり考えすぎずに身の回りの 人たちを喜ばして、なるべく会社を経営されているのならば、将来会社を経営したならば、いかに職員の方が、社員の方が働きやすい環境を演出してやって、そして何か危機が訪れた場合は、全部すべて自分自身が先頭を切って、即断即決して問題を解決するというような、そういう男らしい男になっていただきたいと思います。そして生死のので見たものは とというもしかしたら自分が死ぬかもしれないというそういう極限に追い込まれると思うことは何かこう体の周りをオーバーに言うとこう30センチぐらいワーンとしたものにくるまれたような感じになります。それがどういうものかというと感謝の世界に包まれているんですね。だから死も怖くない 自分が死んだらどう,どうするんだろうっていうことも考えない。ただもう感謝の世界に包まれている。けれども行は必ず生きて行を終えなければ行の意味がありません。死ぬために修行するんではこれは間違った行になります。ですからそういう世界の中でもあっと思って自分は生きて帰らなければ生きて帰らなければないという強い気持ちでもって生還してくる。 わけでありますけれども、なんかほわっというような感謝の世界にくるまれたような世界になります。まあ、今日エベレストを無酸素で登頂されるされてる。 栗木さんががいらっっしゃってますが栗木さんも同じことをおっしゃっていてエベレストを登る時に感謝の気持ちでもうこう自分が満たされるということを言っていましたが皆さんがさまざまな世界の中で挑戦をしていくという中において感謝の気持ちを持ってですねくじけそうになるとか心が折れそうになるとかいうことを含めてですね良い面を見ながらそして自分自身が他と調和をすると。 いうことを考えた上でそして感謝の気持ちを持って進んでいき自分が努力をしていくということを考えると、まあ、皆さんが戦日開放業をしなさいと言ってるわけじゃございませんので <laughs> 高低差そうそう、千数百メートルですね、はい、48キロ。 あね、深夜の11時半に起きるってふとその時間寝る時間なんですがその時間に起きてですねあの帰ってこ行かれたっていうことを考えた場合に僕らが挑戦してるっていうことについてはまだまだだなという気持ちでいっぱいになるわけですが私自身実はその大アジアへと何度もお話をさせていただいてすごくこう、まあ、感謝の気持ちでいっぱいなのと僕が最も影響を受けたのは陽明学のそういった価値観とあとは密教のその あの世界観っていうか宇宙観っていうのは大変あの影響を受けたわけですがなかなかそういった密教とか仏教っていうものを大学院のカリキュラムの中には入れることはできませんがこういう形でそういった大事な話を聞きながらそういった人生とか哲学とかですね自分なりの生き方使命感そして最後は「すいませんはいありがとう」というそういったそのシンプルな気持ちが大事であるということをお話を伺いました。まあ、そういいったその皆さん自身がこれから生きていく上で 多くのことの示唆を富んだ45分間のお話だったと思いますこの場から私からお礼を申し上げてそして皆さんからも盛大な拍手でお礼を申し上げましょう今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました以上で第一部全体会を終了いたします塩沼様誠にありがとうございました皆様盛大な拍手でお送りください